神は未だ衰えません。菊池剛が入場してまいります。その声援に後押しされるかのように入場してまいります。菊池特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナーファーニング230ポンド菊池剛、赤コーナーエンブレム245ポンド、田中雅人。田中さん、運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、桃田さん、正直、見どころはどういったところになりますかね。そうですね。互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう、意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。キックで返します。ロックアップ、逆に投げてまいります。組みに行きます。逆に倒します。行くのか、ロープに引った、あっと後ろに投げてまいります。掴みます。エルボーを入れていきます。掴んだ、肘を打ち込んでまいります。あります。腕をフックします。あっと逆に丸めていった。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですよね。まあレスラーっていうのは練習することが仕事みたいなもんですから、当然なんですけど、練習するっていうことは要は自分の体を守るっていうわけですからね。まあ確かにそうなりますよね。バックに回った、腰を落とします。逆に返します。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しておりますこの男。朝のでも程よいと思われるその背中はまさに五光が差しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。ブレンバスター、エルボー、あっとエルボー、組み合います。ラフ殺法に転じます。させません。エルボーを入れていきます。あっとエルボー、ロックアップ。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、パンチで返します。肘を打ち込んでまいります。パンチで返します。エルボー、この辺り入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。ええ、ライアット起こした。
コブラクラッチに取った。バット外した。エルボーを打ち込む。エルボー強烈。させません。外した。ガードした。エルボー、腕を回した。バット耐えた。外した。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。あっと、エルボー、フロントキック掴んだ。あっと、逆にキック、引き起こす。クレーンバスターで投げつける。いけるか。あと逆に投げていった。バックを取って、バックドロップ、後頭部を通打。抱き起こす。スピアタック起こした。組み合った。コーナーに振った。蹴っていった。ブロックした。ヘッドバット、小股に挟んだ。パワーボム投げっぱなし。リングに戻ります。10メレッツゴー。ピッコルヒカー打たせない。バット外した。勝った。引き起こす。ガジェット組み合った。ロープに飛ばした。パワースラムカウンター。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。頭を掴んでエルボー側射砲。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。エルボー強烈。エルボーの連打。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターと叩きつける。ブロックした。エルボー。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。腰を落とす。ここが攻め時ですね。相手がダメージありますからね。一気に行きたいですね。ジャブスペックス。まだ腰を離さない。トゥーカウント。奥歯を噛みしめた。あっと返した。岩壁の母の胸に抱かれました。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。組み合った。あと逆に投げていった。いけるか。あと逆に倒した。15分経過。15ミレッツゴー。エルボー強烈。
腰を落とす、エルボーで切り返す。エルボー、エビに固める。3つ入りません。すごい顔で打つ、組み合った、逆に振り返した。ゼロ戦キック、エルボーを入れていく、担ぐか、腰に手をジャーマー、カウント2.8。あっと、エルボー、立たせていく、強烈タックル、引き起こす、いけるか、強烈に締め上げる、ハンマーパンチ強烈、おっと丸めていった、完璧にたどり着きました。ガジェット組み合った、ロープに振った、おっとそのまま後ろに投げていった、担ぎ上げるのか、